ンプラス1周となります。
レースの順番でいきますね。続いてジュニアクロスいきます。はい、こちら6位まで表彰いたします。第6位です。ゼッケン52番尾形翔馬選手。第5位はゼッケン14番浜村伊吹選手、トゥデイスポーツからのエントリーです。第4位はゼッケン81番瀬戸隆弘選手、タカレーシング&友人社からのエントリーです。第3位はゼッケン86番大龍斗選手、モーションレーシング。第2位はゼッケン7番瀬戸山司選手、チームナンバーワン。そして見事優勝はゼッケン33番今岡俊太選手、クラブコージーからのエントリー、おめでとうございます。はい、1,2,3,4、あと5位、浜村いぶきちゃんはいるかな。はい、浜村選手。はい、とあと尾形翔馬選手はいますか。はい、6位まで、今日ジュニアはね12台ということで6位まで表彰いたします。うん、尾形翔馬くんどこ行った。はい、ちょっと待ってくださいね、あと一人。はい、今ねお父さんが探しに行ったけど、いるかな。尾形翔馬くん、尾形翔馬くん、私。おめでとうございます。はい、それではじゃあフォトセッション参りましょうか。はい、皆さんカメラの方へ向かって、はい、ちょっと寄った方がいいかな。4,5,6、はい、
いぶきちゃんと、はい、しょうまくん、はい。はい、OK ですか。あともう一枚いきます。じゃあ皆さん紐の準備できた ？OK かな？はい。じゃあせーのでいくよ。あ、もう OK？OK？はい。じゃあせーの。はい、おめでとうございます。はい、どうもね。また次戦頑張ってください。ありがとうございました。はい、続きましてキッズ6号クラスです。
you
はい、続きましてキッズ6号クラスです。はい、こちら3位まで表彰いたします。第3位です、ゼッケン95番桑津理人選手、マルサンレーシングからのエントリーです。第2位はゼッケン83番江藤虎之助選手、モーションレーシングからのエントリーです。そして見事優勝はゼッケン45番黒木翔太選手、宮崎ジドッコライダーズからのエントリーです。おめでとうございます。じゃあフォトセッションです。皆さんカメラの方に向かってください。はい、 OK かな、はい、ですか。はい、じゃあ向こう遠くの方、はい、クラッカーファイトです。はい、好きなの撮ってください。はい、じゃあいいかな、紐の準備できました。はい、じゃあせーのでいくよ。はい、せーの。はい、おめでとうございました。外れがあった、外れがあった。はい、はい、じゃあまたね、皆さん次戦も頑張ってください。おめでとうございました。はい、続きまして NB クラスです。